どうも、松林です。さあ今回はですね、こちらの動画をやっていきたいと思います。こちらがっつり解説、セルジーニョってどんな選手ってことなんですけども、はい、ですね、今回はセルジーニョ選手のですね、がっつり解説を最後にやろうかなと思っていますけども、セルジーニョ選手ね、4年間ですね、松本山雅に在籍してくれましたね。で、2月にですね、やっぱ年俸っていうところも関係もありまして、最後契約満了ですね、なってしまったっていうところで、最後ですね、お別れもですね、言えないままチームを退団してしまったっていう感じになってしまいましたね。今回はですね、僕、やっぱ一山鹿サポーターとしてセルジーニョ選手のですね、がっつり解説を作ってみようかなと思って、今回ですね、セルジーニョ選手の特徴も改めて言いながら、セルジーニョ選手の松本山雅に来た後の歴史と松本山雅に来る前の歴史をですね、今回は言っていこうかなと思っております。今回ですね、ウィキペディアをですね、引用させていただきました。というわけでですね、セルジーニョ選手本名はですね、セルジオ・リカルド・ドス・サントス・ジュニオールっていうんですね。はい。で、この選手ですね、1990年12月3日の30歳ですね、今。で、出身地なんですけども、ブラジルのサントスですね。はい。で、166センチの62キロっていう感じで、で、基本的にポジションはですね、ミッドフィルダー、まあトップ下とかですね、シャドウとか。はい。で、この選手ですね、下部組織ですね、サントス FC からですね、始めたらしいですね。で、この2010年のですね、サントス FC、この2010年のサントス FC って言えばですね、世界的にですね、有名な選手がですね、一人いますよね。はい。ネイマール選手ですよね。で、当時ですね、ネイマール選手、そして元祖選手とですね、チームメイトだったってこともありまして、今でもですね、セルジーニョ選手ですね、ネイマール選手との親交があるらしいですね。ネイマール選手のインスタですかね。ネイマール選手のインスタのところで、ネイマール選手の、大豪邸ですね。ブラジルの、大豪邸、はい、実家のところに、ネイマール選手とですね、セルジーニョ選手のツーショットと、そのセルジーニョ選手の、はい、こんな感じで8番のですね、山賀ユニをですね、渡して、こうやってツーショットを撮るっていうシーンはですね、まあ、山賀サポーター内でですね、かなり有名なお話ですよね。で、その後ですね、セルジーニョ選手、ローンとか、期限付き移籍とか、あとですね、いろんなクラブをですね、転々としていきましたね。例えばなんですけども、2010年はですね、レッドブルブラジルっていう感じでですね、まあこれレッドブルのですね、系列の、ブラジルチームですね。で、その後、完全になりましたけども、ただですね、そこの完全になった年に、やっぱ低迷してしまって、で、その後ですね、試合に絡むことができずに、2013年にはですね、今ですね、クラブワールドカップにも出場しました、パルメイラスですね。パルメイラス。当時2部だったパルメイラスにですね、移籍してって、で、そこで一部復帰に貢献いたしましたね。で、翌年ですね、完全になりましたけども、ただですね、その後試合に絡むことができずに、その後ですね、いろんなチームを、まあ、移籍してったんですけども、結局ですね、まあ本当にですね、いろいろ苦しんでって、2017年、松本山雅からですね、オファーがありまして、松本山雅、まあ当時2部ですよね、はい、J2 だった時の、松本山雅に移籍してって、その松本山雅でですね、彼はですね、まあ才能を開花してくれたなっていう選手になりましたね。で、松本山雅でですね、彼はですね、移籍してって、最多出場のですね、ブラジル人選手、そして最多得点の選手になりましたね。まさしく、松本山雅史上最高のですね、ブラジル人助っ人になりましたね。で、セルジーニョ選手って、いろんなクラブをですね、転々としてって、最終的にですね、松本山雅にたどり着いたんですけども、やっぱですね、そこまでのキャリアですね、そこまでのキャリアって、すごい苦労人だなと思いましたね。当時ですね、セルジーニョ選手、山賀からですね、オファーがあった時はですね、すごい嬉しかったらしいですね。で、その、嬉しかったっていう理由なんですけども、セルジーニョ選手がですね、嬉しかった理由がですね、この理由にありますね。ご家族やセルジーニョご本人はですね、まあ本当に親日家で、で、セルジーニョ選手はですね、7歳の頃にアニメの、悠々白書ですね、悠々白書を見て、そこからですね、日本に強い興味を抱いたらしいですね。で、電化製品もですね、日本製を愛用するなど、本当にですね、日本が大好きな選手なんですよね。なんで、その契約満了になる前までは、正直、日本でプレーをしたかったらしいんですけども、残念ながらですね、やっぱコロナ禍っていうこともありまして、そのセルジーニョ選手の年俸っていうところも考えますと、やっぱ払えるクラブがないよっていうところで、最終的に、まあ今、噂に上がってるのが、韓国のテグ FC かな。はい、テグ FC かな。FC テグかな。まあ、韓国のチームがですね、今、移籍の噂に上がってますね。で、最後なんですけども、セルジーニョ選手の特徴、はい、改めて言っていきましょう。セルジーニョ選手の特徴なんですけども、まあ皆さんも分かりきってるから、まあもう、なんだよっていう話なんですけども、はい。セルジーニョ選手の特徴、まあ改めて言いますけども、まあ強烈なミドルシュート、はい。
コーナーキックやフリーキックのところでシュート精度、あと、自分のですね、自分単体で一人で仕掛けるドリブル突破、はい、ドリブル突破、これがですね、上手い選手ですよね。で、あとですね、セルジーノ選手の何より特徴って言ったら、スペースを見つけて走るオフザボールの動きとか、スペースを見つけたらそこにですね、走らせる、まあ、司令塔の役割とか、あとですね、ライン間で待つなどの IQ の高さがありますよね。はい。単純にもうサッカーが上手いんですけども、そこにですね、サッカー IQ がついてる選手なんですよね。セルジーノ選手のサッカー IQ の高さって結構天性なものがありますよね。今回ですね、調べてたらですね、それをですね、象徴させられるようなですね、言葉がありましたね。で、それがですね、こちらの言葉なんですけども、試合を見るのが好きで、いろいろな選手のプレーを吸収している、スペースの見つけ方や、パスを出すタイミングを学んで、試合になればそれが自然と出せる、って言ってるらしいですね。なんで、サッカー IQ が高いし、おまけにですね、サッカーが上手い。はい。サッカーが単純に上手い。で、それをですね、感覚でやれるっていうところはですね、やっぱですね、さっきの言葉にですね、表してるのかなっていう感じがしますね。はい。で、彼はですね、なんで松本山がすごい合ったブラジル人選手だったのかっていう理由なんですけども、彼ってですね、すごい真面目な選手だなと思ってますね。本当に。で、はっちゃけるときはすごいはっちゃけますし、はい。すごいはっちゃけますし、で、すごい真面目な選手ですよね。それがですね、僕ちょっとあだになったところがありまして、それがですね、2020シーズンにありました、セルジーニョ折りすぎ現象ですよね。はい。まあ、例えばなんですけども、セルジーニョ選手、ここで受けてほしいとき。セルジーニョ選手がここで受けてほしいとき。はい。ここに受けてほしいときに、ここに、降りてきてしまう。はい。これがですね、セルジーニョ折りすぎ現象ですよね。まあ、これをですね、僕はもう何回か動画で言ってたんですけども、これはですね、正直セルジーニョ選手の性格にですね、表してんのかなと思っております。僕ですね、最後に、セルジーニョ選手がですね、一番好きだったプレーをですね、解説していこうかなと思っております。それがですね、こちら。ですね、ベガルタ仙台対松本山川の一戦なんですけども、これ2019シーズンの試合ですね。で、これですね、白のユニフォーム松本山川、黒のユニフォームベガルタ仙台なんですけども、ここですね、今センターバックの選手、これですね、多分、水本選手か橋内選手だったと思いますけども、ここからですね、セルジーノ選手、ここのですね、ライン間で受けようとしてるんですけども、次のシーンで、はい、ここにですね、くさびのパスが入りましたね。セルジーニョ選手のすごいところって、ここにライン間で受ける前にですね、首を振ってですね、周りにいる選手のですね、認知をですね、把握して、次のシーンで、相手のですね、足元を見てですね、若干、足元のところからですね、スルーパスを出してくるんですよね。次のシーンで、永井選手にですね、一回ポストプレーで落とすんですけども、落とした時にですね、ここのスペース、はい、ここをバイタルスペース、バイタルですね、バイタルハーフ、ここがですね、めちゃくちゃ開くんですよね。で、次のシーンで、はい、徐々に狭くはなってしまいましたけども、セルジーニョ選手ですね、ここで受けましたね。で、セルジーニョ選手のすごいところって、ここからですね、ワンタッチで、次のシーンで、はい、ここからですね、無回転シュートをですね、叩き込んでくるんですよね。最終的にゴールが決まってですね、これがですね、決勝点になって、松本山川がですね、久々に、勝利したシーンになったんですけども、これですね、僕、実は現地で見に行ってて、無回転シュート、本当にめちゃくちゃ早いんですけども、すごいですね、ゴール裏から見てて、すごいですね、ゆっくり感じてましたし、で、この時のですね、試合に勝った時の、この試合に勝った時のセルジーニョダンスはですね、僕、今でもですね、携帯の待ち受けにしてます。まあ、最後にですね、セルジーノ選手、ちょっとですね、まあ、悲しいお別れ方にはなってしまいましたけども、僕はですね、セルジーノ選手の一ですね、ファンサポーターでもありますし、あとですね、松本山川のファンサポーターはですね、絶対セルジーノ選手のことをですね、またどっかでですね、見かけたら気にかけてくれると思いますし、あとですね、セルジーノ選手のですね、ご家族の皆さん、本当にですね、松本にですね、来てくれて本当にありがとうございました。ね、本当に、慣れない土地だったのかなという感じがしますけども、4年前とかね、セルジーニョご夫妻はですね、本当に、松本山川のことも好きなんですけども、松本氏のこともですね、好きになってくれて、本当に嬉しかったですし、どっかでライバルになるかもしれませんけども、セルジーニョ選手がいたっていうですね、松本山川の歴史は絶対変わらないと思いますし、セルジーニョ選手がですね、引退するまではですね、応援させてください。そんな感じでですね、最後はポルトガル語で挨拶してみようかなと思っております。そんな感じでセルジーノ選手、オビガード、メスノベメント。ありがとう。そしてまたお会いいたしましょう。というわけで次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白ければいいね、コメントお待ちしております。あとですね、SNS、Twitter と Instagram、こちらの方やっておりますので、ぜひそちらもよろしくお願いいたします。Thank you.
それでは次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。